これと、これが、あれが着てるやつね。だね。これだよね。アウトライト。あ、そうです、そうです。で、お、やばい。すごすごい。一応置いとくね。あら、なんか、あ、いいでしょ。これどんなバランスで合わせてるわ。あ、なんか置いてない。キューキックス。はい、はい。はい、今。これ長男だから甘い店あるよ。今日からここにこっち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 エイケルさんが来るから。オッケー。はい、もう1分切ってるよ。エイケルメインで。メロ。笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでインターネットか。いや、違いますよ。ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だぶいてみようやど。あ、わかった。どうぞ。ドキドキよ。せーの。どれ。何今の。みんなと。ね、ハゲちゃべん。替えのパンツ。フリムーンラジオ。はい、水曜日。週の真ん中、コリ水曜日、懐かしいフリムーンラジオ始まりました。イエイ。今日はですね、いつもの、うん、メインパーソナリティの MC なんとかさん、MC ハゲチャビン。あ、元の名前からだんだんあの人があのちょっと、熱発ということで、お休みです。なんとかじゃないってことが証明されましたね、これ。よかった。なんか多分太陽と喧嘩したんだはずよ。あ、どっちの頭が強いかって、光が。あ、そんなに面白くはないんですけど。ごめんな。はいはいはい。じゃあ、まずはテーマの発表でしたっけ。はい、やります。バシッといきましょう。はい、今夜のテーマは通販で買ったもの。あ、いろいろありそうですね。通販ってはこれ大きく捉えての通販です。テレビ通販もあるし、テレビもカタログもすべて、あのラジオもあるじゃないですか。あ、ラジオもあるある。ゆうこりんのね、おすすめする。自分時間で語尾伸ばす人、僕ちょっとイラっとくるんですよね。何ですっていう人。フリムーンラジオ毎回気になるんですけど、フリムーンのそんなにムカつかないんじゃないか。毎回ですって。男性も更年期あるらしいからね、気をつけていけて。あ、すいません。はい、はい、どうぞ。なんで今、あ、ごめん。っていや、うん、ちょっとごめん、ミキサー操作間違えただけ。曲をね。あ、じゃあテーマが、通販で買ったもの。買ったもの。あ、そうだ。先週フリーだったじゃないですか。そう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 、はい、そのフリーの時に、うん、僕提案をしようと思って、イケベーからの、イケ案を。おちょっといいですか。どうですか。先週エコザエルさんがいきなりオープニングトークで、うん、番組終わりにエロ本買うからって言って、もうそれ自分が用意してた話飛んでしまったもんで、すいませんね。うん、はい、気をつけてくださいよ。はいはいはい、はい。ほら、 FM ギノワン自体が、はい、去年の10月に開局して、はい、このフリムーンラジオも、うん、同じように同時期にスタートしたじゃないですか。そうね、無事にね、もう1年、うん、1年迎えました。めでたい月なんですよ、10月というのは。うん、そうだ。そこでエコお願いします。
イケペイからの提案、飲みながらの放送ってどんな。おどうですかこれ、どうですかこれ、いいねでしょ、やる、毎週じゃなくてもう1回、もう1年に1回スペシャル月間、大丈夫かね、小1時間だったら大丈夫かな、大丈夫でしょ、ただあの飲みすぎない程度で、あそう、ね、あもちろんですよ、はいはいはい、ちゃんとね、これモーミーさんをあの注意しとけば、あ一番やばいやつだね、うん、寝ちゃうかもしれないからね、いや寝るよりなんか、うん、ポロリそこら辺あの絶対荒らし始める、ポロリンチョするかもでもどうですか、いいアイデアと思います、あ いいですね、うん、12月にやる、なんでまた今、俺さっきスペシャル月間ですよねって言ったばっかり、 あ今月、あでもあれですね、もう終わっちゃう、終わりますね、終わるから、終わるから11月か12月か、1回ぐらいはいいんじゃないですか、企画してみる、ね、年に1回ぐらい、そうね、はいはい、あとでスタッフにもね聞いてみましょうね、機材とかなんか心配しそうじゃないですか、怖いわ、怖いわ、すごい怖い、もしなんか無駄こと言うようであれば僕からの佐喜眞市長の方にお願いしておきます、よろしく、はい、いつからそんな権限あるのはいはい、じゃあ今日まだ自己紹介してないんじゃない、あしてないね、さすがですね、はいはい、じゃあ年長、年の順に言います、いっす、おお潔い、はい、今夜はですね素敵なゲストが来てます、ぜひツイキャスで皆さんご覧になってください、今夜もよろしく、ホワイティー西原でーす、イエーイホワイティー、イエス、はい、とりあえず普通にミキサーしてるエコザイルですはい、お願いします、エコー、通販で、ドライブレコーダーを購入いたしました、おー、このご説です、はい、ご説さん、はい、皆さんこんばんは、レイの事故での保険金の一部が今日入りましたおなので放送終わりに今日こそ買って帰ろうと思ってます、イケペイですお願いしますはいはい、じゃあ早速流れから行くもパタパタって、はいはい、はいはい、ですね、オープニングはお送りいただいたメッセージ、16分頃からハイバル姉さんのいい加減な人生相談コーナーへ、今日はですねここからゲストの方々を迎えて送っていきます、それから、ね、35分頃からは名古屋支部からの中継となっています、なおメールアドレスは moon@fmgino1.com moon@fmgino1.com、 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は、あ、ちょっと待って。大丈夫です。大丈夫？待てる？うちの番組2時間ありますから。ない。ノットローパー。はい、この番組はシーベースダイビング中川名木流海企画。闘牛のキラキラグループ沖縄そば金太郎フリムーンファミリーの提供でお送りします、じゃあ一旦 CM でーす、はーい、はい、モミの声が聞きたくて FM 797聞いてます、ハゲは映らないよ大丈夫、皆さん優しく聞いてください、フリムーンラジオ、はい、
はい、フリムンラジオ始まりましたけども、さっきホワイティさんが、うん、流れの中でゲスト2組来てくださるっていう話だったんですけど、多分フリムン始まって以来ですよ、うん、外国からのゲストですよ。そうなのよ。外国からというか愚装からになりますもうそうなのですよね。そうなの。外国の人で今愚装に居住、うん、お住まいで、うん、この日のために降臨なさった、うん、でも愚装にいるけどすごい収入を得てんのよ。ですよね。いまだになんか何百億とかでしょ。びっくりしちゃうよ。のまあなんか本物のような偽物のようなもうガラスの向こうでさっきからずっと見えるんですけど、インパクトの新鮮さが全く落ちてないんですよもうね、もう衣装のキラキラ具合とかも関係ないからね。マジパネーってやつですね、うん懐かしいな。あ、じゃあメールいつ僕読み上げる前にですね、あのオープニングトークで僕が言ったイケペイの提案、うん、イケ案にちなみまして、うん、ツイキャスで、はい、野の中の銀の蛍さんから、うん、FM 小座では毎週いくつかの番組で飲みながらやっている、出前もしてって。さすが小座すごいね自由だねやってるこれあるんですね。出前何を出前するんだろうね。これはうちも負けてられませんよ。何ヤギ汁いやいや出張ホテトルも呼ぶぐらいの勢いじゃないと。おや何をするんだい本番中ですよ。本番中に本番俺が言いたかったよやおしょ今日はなんかいつもと違いますね、うん、もうホワイティさんのエロさに引っ張られてますけども。いや全然。じゃあ気を取り直して、はい、メールいきましょうね。はい、タイトルが鍋が欲しかった、うん、フリムンラジオの皆さん、実際フリムンかは伏せている皆さん、リスナーさん、こんばんぽ。萌え大好きひとみこちゃんです。今日のテーマは通信販売で買ったものですね。以前無添加化粧品の洗顔料のチラシが入ってなんか良さげだったからお試しセットを注文しようと電話したんですけど、お姉さんが優しくてまだ使ったこともないのに定期購入の手続きまでしちゃいましたでも買おうと思った一番の理由は洗顔料に興味があったからでもなく、お姉さんが優しかったからでもなく、定期購入キャンペーンでついてくる片手鍋&フライパンセットだったかもしれません。素直に鍋とフライパン買った方が早いってお話は今度受け付けますね。それでは今日も最後まで楽しみますありがとうございます。あ、なのでタイトルが鍋が欲しかった。はいはいはい、はい、なるほどね。なんかあるよねこの本末転倒的な感じのシーブンに釣られたってことですね、うん、こんなことあるそっちが欲しいっていうパターンもあるまあひとみこちゃんも向こうの手のひらで踊らされたんですよ、うん、なるほどね。お姉さんの優しさも手伝って、はい、すごいね。確かに片手鍋早く買ってください落とし方よ。次は買ってくださいも本当にはい、どうぞ次。はい、はい、世界のフリムーンの皆さんこんばんは。チャタンのエイリー金魚ドゥエース。今日のテーマは通販で買ったものたくさんあるよ。一番無駄だったのがこっそり痩せて若返ってやろうと衝動買いしたフィットネスの DVD コアリズム全シリーズ、おあと TRF のダンス全シリーズ、2シリーズともきつくて第1巻の途中までしかできなくて、逆に半端に運動して腹ペコになるからリバウンドして太ったよ。それでお尻が大きくなって売ってるパンツじゃ入らないので、これまた通販のでかいキティちゃんのパンツを買って履いているよ。同じキティちゃんのパンツでも 4L だと全く可愛くないから不思議なもんだね。くすん、DVD は断捨離した時に友達にあげたら、友達は真面目に毎日トレーニングして美しく痩せおった。私なんだか素直に喜べないんですけど、まあいいか、ほなさいならすごいね。ね、友達儲けたね。ね、でも DVD これ流行ったよね。はいはい、コアリズムも TRF も。ああ流行った流行った、うん、あれ実は YouTube で見れるわけ、うんうん、あ、そうなの。あの、うん、あの全シリーズ買わなくても、うん、ちょっとこっそり流してる人がいるんで、あれをたまに。え、いいのこれ流しちゃって。あの見つかったらカットされるんだけどじゃあそっから、はい、まさかのダウンロードしてはやり方があるんだけど。あ、はいはい、これはね、これはね、ちょっとのそういう裏の事情に詳しいね
人しかできないんで一般の人は購入してください、ね。はい、やめとこうね、怖いね、はい、ですね。あ、小瀬さん、いつお願いします。はい、こんばんは、フリームのラジオの皆さん、ラジオネームは今日は今日もおかしな銀のトロンボンです。はい、こんばんは。はい、今日のテーマ、通販ネットで買ったものですか、うん、テレビ、パソコン、自転車、なし、桃、柿、鮭とかも買えるのかな。うん、買えますね。一つも買ったことないし、利用したこともないです。うわ、今結構ネットでね、食品とかも買えるしね、いろいろ買えるし、うん、だけど自分が一番使ってるのは今言ったように、うん、車用のパーツとか、あ、特にタイヤがね一番いいです。でも届けてくれるっていうのが一番いいよね、うん、重たいものを配達してくれるっていう、はいはいはい、ねえ、はい、そういうのいいね。そうで、自分運送をやってるさ、うんうん、船便なのはいいんだけど、うん、船便基本車上は土になるんだけど、原則、そうなんだ、中まで運ばないわけ、ね、トラック。その代わり船便は安いんだけど、分からない人を家まで、部屋まで運んでちって、うん、ね、この前金庫とかね、うん、2階上げとか金庫の40キロとか60キロぐらいのやつがある、小さい金庫上げれって言われて、いや船便やらないですよ、車上渡しですよっつって、ね、だけどかわいそうだから上げてあげたけど、うん、もう優しい、うん、玄関先までしかその代わり持っていかないから、うん、中はもう自分で引きずり込んでください。そうだよね、すごいね、そんなすんの金庫って。あ、金庫小さいのでも40キロとか60キロある。なんか普通のワンドアの冷蔵庫みたいな大きさのがそんなするわけ。するするする。怖ー、すごいね。ホテルに置いてる小さいのがあるでしょ、うん、あれぐらいの大きさで、あれでも40から60ある。すごい、よくそれ持てるね。持つよそっちの方がすごいね。いやいやいや、はいはい、じゃあ次メール行っていいですか。はいはい、はい、たいたい、フリムーンの皆さん、こんばんは、アレックスです。よくネット通販を利用しますよ。最近もっぱら買うのは古本ですね。図書館にない読みたい本は買っちゃいます。普通に安いし、送料300円くらいだからねって。あとはバッグや靴、洋服などなど、文房具も買ったね。沖縄にアメリカンイーグルってブランドがなかったからネットで買ってた。でも今はライカムのイオンにショップが入ってるのよね。最近胸焼けがひどいからコーヒーにはミルクを入れてるよ。内臓にもいたわりが必要ですね。本当だね、アレックスさん気をつけて。ね。どうしたんだよ急にコーヒー。本当だよね。はいはいはい、そうだよね。沖縄になかったブランドが今もうライカもあるからバンバン入ってきてるんだよね。うん、すごいね。ね、うん、すごい、よかった。あとは、はいはい、まだどうします。特急サザンさんの、あ、泉佐野の、うん、はい、はいはい、泉佐野の特急サザンです。通販かっこ新聞のチラシで買ったものは自転車、マウンテンバイクです。その値段約10万円。買った当時は自転車を乗り回してたり、会社に行く時も乗っていてもうガタが来たので、そろそろ買い替え時だと思い買いました、自転車屋さんで買うより約2万円安かったですね。では最後まで番組を聞きますね。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。毎週解禁じゃないね、サザンさん1年間もう1年以上助かりますね。はいはい、解禁で、じゃあ一旦もう姉さん来てるらしいんで、もう入れましょうか、例のゲストも一緒に。はい、じゃあ一旦 CM 入ります。
皆様こんばんは、水曜日の夜のお楽しみハエバル姉さんの時間よ。で、シロコちゃん姉さん大変ね、姉さん大変、私の大変から言っていい大変つうか自慢、うんうん、先週の私のコーナーでは、うん、左乳首がポツッとなってたじゃないあ、今日ね、右お姉さんもう、うん、右、うん、もう今日はもうそれはいいわ。あ、いいの？うん、もういいわ。え、何？これを超えるインパクトは何かあるの？あるじゃないの、目の前に。何よ、あなた誰よ何この人すごいのよ、姉さん見てよ。なんかオープニングで、うん、イケペイが言ってたあれ、愚僧からの使者。そう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 、来たわよ。ちょっとちょっと、あなた名乗りなさいよ。私がエイケル・ジャクソンです。おお、私がエイケル・ジャクソンなんなのその皆さんご存知のみたいなノリ、うん、ご存知なのよ、結構有名な方でございます。え、そうなの？ごじゃりましょうよ何してる人なの？読谷村でマイケル・ジャクソンしていますすごいあなた言葉もいちいち悪強いわね読谷村で何読谷村でマイケル・ジャクソンしているの？はい、読谷村で すごい来ちゃったわ姉さん。あのね、シロクちゃん、私こういうの疎いか分かんないんだけど、うん、教えて。マイケル・ジャクソンをしているってどういうことなの？なんか詳しくお聞きしちゃおうかしら。まあ、本人ね、うん、はい、うちなんちゅなんですけど、エイケル・ジャクソンと言います。本名、名字東女さんなんですけど。あ、びっくりしたわ本名言っちゃうのね、はい、結構あっさり言っちゃう、あっさり言っちゃいます。あっちゃり言っちゃう、あっちゃり今はあの読谷村って読谷村何シャンソンの、はい、シャンソンのね、ちょっと日本語が、はい、あ、そっか、ちょっと日本語を覚えたてなんで、ね、しょうがないわね、はい、マイクでなりきっちゃうからもういいのよマイケル・ジャクソンのパフォーマンスしてます。はダンス、ダンスですね、うん、ダンスでパフォーマンスをしていて、沖縄県内、県外も、各地でパフォーマンス活動をしているエイケル・ジャクソンです。この格好でね、はい、猫ひろしとか言ってたら面白いのに、ね、猫ひろしはやらないですねやらないの、うん、もう行ってきますからただいままでこの格好でやらせていただいてます。すごい。これは何、あなたがマイケル・ジャクソン好きだから始めたの？そうですね、もう気持ち悪いぐらいずっとファンだったので、もともと沖縄でヒップホップとかストリートダンスを習ってたんですけど、やっぱり昔からすごい気持ち悪いぐらいマイケル・ジャクソンファンだったので。あ、この短い時間に気持ち悪いが2回出た。2回出ましたね。それぐらい好きだった、ね、それぐらい気持ち悪くて、それぐらい気持ち悪くてはいはい、はい、でだん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 気づいたらこうマイケルに寄ってっちゃったんですよね。気づいたらね、あ、ちょっと格好つけてヒップホップとかやってたんですけど、やっぱちょっと拭い去れないものがあって、こうだん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 マイケル化してしまって今に至るという。あら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 まあまあ、まあ、読谷村ってほらでかいからさ、人もいっぱいいんね。あ、まあ、中にはいますわよ中に私今日どういうキャラなの何じゃあ、あなた突き歩きできんの？突き歩き、あ、ごめんなさい、うちらの業界あ、ごめんなさい、通しか使わない言葉だった。姉さん、ムーンウォークよ、ムーンウォーク。あー、うん、あの素人が言うのはムーンウォークよど素人すぎるでしょムーンウォークできます。あら、すごい。じゃあまあまあまあいいけど、あ、いいんですね。あ、いいんですね。ラジオだからね。いいんですね。ちょっとその前にさ、うん、あなたもすごいだけど、私の隣にもね、うん、なんか、うん、力士上がりのプロレスラーみたいな人来てるんだけど、お名前は、ガッツリ来てるわね。来週聞くから。はい。どうぞ。ちょうどいつのセオポンでございます。の。はい。ツイキャスで見てるんですけど、俺映ってないですよね。え、映りたいの？あ、ダメ。あ、いや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 、声だけでいきましょう今日。もう声だけでいきましょう今日は。結構前に来るタイプね。当たり前じゃないですか、接客来てるのにも。接客ね。接客来てるのにも。接客来てるのに。ユンタンシャンソンですよ本当に。巻き返すわね。はい、そうそう。
で、何しに来たんだよ、つよぱん。あのですね、一応今日エイケルと一緒に告知に来たんですけれども、ダンスとかね、うん、みんなに見てほしいと思って来たんですけど、もうあれですよ、イケメンペインター K さんじゃなくて、ハイバル姉さんどうぞ進めていいです。大丈夫です。ちょっと今ツイキャス切って。映ってる。ペチって。しかも丁寧に置きに行ったわよね。そこに、そこが一番イラッとしたわよね。え、何？強くあなた踊れんの？僕あれですよ。2年前までですね、ダンスのヒップホップのインストラクターしてまして。え、教える方？家です。家です。イエス。そうなんです。マジおかしい。マジ神じゃない。なんかおかしい。そうなんですよ。西原で教えたんですよ、僕。え、それは何、外で？家です？いえ、なんでやねん。ちゃんとスタジオでですよ。はい。エアヘッズっていうところがあるんですけど。え、なんで教える立場の人がこんな体型してんの？いや、そのもう教えるときにもこの体型になっちゃってたんですけど。でもできんの？踊れるデブってこと？そうですよ。だって芋洗い坂係長めっちゃ動くでしょ。あ、そっか。あんな感じですよ。あ、そうだ、いまだに雪なり戻れるわ。あ、そうですよ、だから。そうだそうだ。なんでもできんのね。ゆきなりは一回痩せたんですか。リバウンドしてるんで今また。あいつは、はい、あの子、はい、いろいろあんのよ。姉さん今日なんか雑なんだけど。今日右がポチってるから。ポチってるからね。ダメだよ本当に。でちょっと時間ないってきた。メルじゃあもうさっといっちゃいますね。はい、はいはい、ハイバル姉さん、フリムンの皆さん、こんばんは、ま、ラジオネーム3代目メンソールブラザートムっぽいです。あら、解禁症っぽい。先日茶壇界隈をうろうろしていたサメがついに捕まったみたいですね。釣り人が一本釣りで取ったらしいですよ。あのサメはどうするんですかね。フカヒレ、サメ、油など使い道はいろいろありそうですね。姉さんも自分の竿で人を食いちぎるようなサメ男を釣ったことは何度もあるかと思います。ところで姉さんやフリムーンの皆さんは来週のハロウィンにどんな仮装をもう決めましたか。僕は迷わず美佐子姉さんかつかちゃんの仮装する予定です。それでは最後まで気張りよ、ブリ。さあ、しろこちゃん、ちょっと見せなさい。どこが読めなかったのかしら。勧誘だね、勧誘。サメ勧誘。あのね、三代目さん、一回の投稿で3つ4つ質問したらダメ。もう毎回そうなんだよ。話散らばんなよ。厳しい。あの茶壇で撮ったサメどうするかでしょ。東海岸に流してんのよ、次は。仮装？まあまあ、この状態がっぽいからね。そうね。じゃあ私今日はもう帰るわよ。もう今日ね、両サイドが圧がすごいのよ。じゃあさようなら、来週。はい、タイリューティーのてるきなたけみです。私はフラーソング、フラートークが大好き。ハゲチャビンも大好き。そんなフリムーンラジオを応援します。はい、さーい、リューティーの日賀聡です。友人のブラック日賀さんに代わります。わー、俺はブラックトークのフリムラジオにハマってるぜ。やみつきになるぜ。聞いてるか、おい、イケベー。そんなフリムラジオを応援するぜ。すごいね、さっきからツイキャスの反応が。なんかハロウィンですか、わらとか、なんかみんなエイケルさんが仮装してるっていう。あらま、ほんと、うん、みんな仮装してるなって感じの。はい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 。ここからじゃあもう真剣に告知ね。もう時間も時間なんで、ね、時間も時間なんで、じゃあもう一気にお願いします。じゃあ、はい、じゃあエイケルさんの告知を。はい、いいですよ。はい、ですね、10月29日土曜日、もう今週土曜日ですね、沖縄のヒルトン茶壇、ヒルトン沖縄茶壇リゾート1階のイタリアンレストランコレンテにて、ハロウィンイベント開催します。大人が楽しむハロウィンイベントなので、ちょっとお子様とか、未成年の方とかはご来場いただけないんですけれども、シャンパンですね、有名なブーブクリコのイエローラベルが、あの、そう、飲み放題で1万円というとてもリーズナブルなイベントとなってます。でですね、エイケル・ジャクソンも出るんですが、はいはい、エイケル・ジャクソンプラス、ダンサーですね、MJ ダンサー
の、ゆうき&CC というスペシャル沖縄ダンサーも参加します。おでこの2人すごくて、オリオンビルの CM とか、あとその他沖縄の主要な CM とかに出てるスーパーダンサーです。すごい。でそのダンサーもいるんですが、あと DJ サミーさんですねが場を潜り上げてくれて、楽しいハロウィーンイベントになると思います。で、あのフラダンスのチームもちょっとエリケル・ジャクソンとはまた別で、来てくれて、あなんかジャンルが全く違うから面白そう。面白いですね、うん、でちょっとスペシャルコラボもあるかもっていう。かもね、かもね、すごい。そうです。あとエリケル・ジャクソンの特別レクチャーとして、スリラーのレッスンもう間に挟むのでもうこれ来たらねスリラー踊れるようになります。わどうしましょう。僕スリラーよりはどっちかっていうとウォーキングデッド派なんですけどもマイケルじゃないし。そうきたか、そうきたか、まあ、途中で見るの終わってるんですけどあれね大体全部見れないですよね、うん、そこ乗る見てるんだ。告知に戻っ て、ね、すいませんすいませんルーブクリコ知らなかったんですけど普通に買うとすごい高いんですね。1本いくらするんですかあれって知ってます？買ったことないです。買ったことないですよね。ネットで調べたらすぐ分かるんですけどね8000円ぐらいするんですよね1本。え1本8000円が1万円で飲み放題ってことなんですね。 そうなんですよ。その日はでショーも盛りだくさんということで皆さんねあのぜひ10月29日にはヒルトンチャタンリゾートコレンテにぜひ来てください。ああ、ちょサメもいなくなったことですし、うん、本当です。安心して海じゃないから大丈夫。これはなんかチケットとかそんな感じよ。そうですね、うん、お問い合わせは、電話番号、申し上げます。 098-901-1130 コレンテの、受付の方までお願いします。あと Facebook のページでコメントでも、まあ、予約できますので事前予約で今なら1000円引きとさせていただきます。すごい、まあ、当たり前ですけど当日は使えないので精密がお早めにお願いします。すごい豪華だよね。豪華ですね。すごくすごくとか自分でなんか言いにくいですけど、いやいやいや、うん、こんなのは言ってた方がいい。自分からいい、うん、ちなめにこれはいいイベント悪いイベントいいです。めっちゃいいイベント、超いいイベント。あなんかでも聞いてるけど仮装して参加するとどうのこうのって。そうですね、仮装して参加すると特別に、うん、あのプレゼントがあったりもするのでぜひぜひ皆さん仮装してぜひ来てください。ちょっとねヒルトンだからって言ってなんか、うんうん、仮装してくださいって言ったけど、うん、仮装してて自分一人だったらどうしようとか思うと思うんですけど、なんかどこまでの仮装が OK なのかなみたいな。でもみんながどんなに普通の格好してきてもエイケル・ジャクソンはこれで来るのでああさすが今ねツイキャス見てる皆さんぜひ参考にしていただきたい。これはぜひぜひ僕じゃあその日盛り上がりましょう。ペンキ屋のコスプレで参加したいと思います普段ですよねそれ日常だよ日常ですよ、ね、3方向からのツッコミ。これ却下されちゃうからこれ仮装じゃないですホテル側の人に業者さんですかって予定入ってませんけど外壁とか塗らされるかもしれません逆にね仕事本望だ、うんはい、はい、とチョポンの方もあ、いいですか。はい、はい、ごめん、どっちかじゃダメだな。あ、いいな。ごめん、じゃあチョポン1分であ、マジでシュッ1分かどうぞ。ですね、実はまあちょっとAKLに便乗して僕も今回ちょっと踊るところが2箇所ありまして、はい、皆さんに見に来てほしいと思ってまあ来たんですけれども、今週の土曜日なんですけれども、ああ、もうすぐの土曜日。そうなんです。あのね、クラブクラッチっていうところが那覇市あさとにあるんですけれども、そちらの方で、バックインザデイっていうイベントがあって、そちらの8周年のイベントで僕ら、まあ、昔から沖縄で、ヒップホップダンスチームやってますリベラルパーティーっていうチームが出ますので、見に来てくださいっていうのと、そちらはね、Facebook でバックインザデイって調べてください。で、あとこれですね、今池辺さんが持ってるのやつなんですけど、こちらあの先ほど言った西原の僕らの、スタジオですね、エアヘッズ、こちらの、発表会の、告知になってます。でこちらは11月のですね、池辺さんちょっと後ろ見して、あ、5日ですね、はい、11月の5日、土曜日、こちらが沢富士未来ホールという西原のですね会館でやります。で、オープンが13時で会場13時半終了16時30分予定になってまして、で、前売りしかないんですけれども、高校生以上が1500円、で中学生以下が1000円となってるんですが、僕らですねちょっと普通の
ダンスのスタジオとは違う発表会やりたいということで、実はスペシャルゲストを毎年呼んでるんですね。ほうほう。で、今回は、まあ、ビーバップクルーっていうあのタックスの CM 分かります？車の TAA あそこを踊ってたチームのピートさんっていう方と、ほうほうほう、でその、まあ、一緒に、ね、やってます リオちゃんっていう、まあ、県外から2人来るのと、あとすごい、そうですね、まあ、皆さんご存知の先ほどゆきなり出ましたけど、リュウユニット、まあ、EX ダパンプですね、元ダパンプのケン君も来て、元全国区、そうですね、あのケンも来て、ね、今回、はい、あの踊るんですよ。で、まあ、ダンサーとしては結構有名どころが集まってて、まあ、沖縄でですね、くも字でちびかつ商店三丁目っていう、あの串カツでやってる、ジャンジャンっていうね、琉球の風なのっていう、あれなったっけ、スーパーチャンプル、少年チャンプルで踊ってたやつとかも、あ、一緒に来て、で僕はこの日は踊らないですけど MC やるんで、よし、うん、ぜひですね、無駄にいい声をね生かさない手はないよ当たり前じゃないですか、もうバッキー気ばかって話だよねなので、まあ、1500円でね、大人これ見れるのはちょっとないと思うんで、ぜひ皆さん来てほしいなと思うんで、前売り欲しい方、こちらのフリムメンバー誰かに、まあ、Facebook とか Twitter で メッセージ送ってくれたら僕に来ると思うんで、ぜひよろしくお願いしますそこら辺ちょっと雑だなだってあれだもん、なんかね、お願いしますね、はい、じゃあ今日このままの流れで、うち毎週名古屋のチーム、フリムメンバーに名古屋のチームもいまして、そこと中継をつなげてるんですよ。そのまま、お二方、おしゃべり付き合ってくださいね。ウィーウィー、はい、こんばんは。こんばんは。あ、つよぽんさん、ご無沙汰してます。つよぽんさん、ご無沙汰しておりますよって。つよぽんさん、あ、はい、はい、ご無沙汰しております。名古屋のダンスでございます。あ、どうもどうもどうも、ツヨポンでございます。ええ、また今度一緒に飲みに行きましょう。ああ、もう、はい。ええ、この前も実は僕、後ろから見てたんですけど、ちょっとおしゃべりできなくてすいませんでした。あ、そうだったんですか。はい、あ、知らなかったです。さようでございます。また、坂町、よろしくお願いします。あれなんですよ、誰も僕がいるっていうことを伝えないのがダメなんですよね。己から動けや。末っ子か。末っ子だよ、当たり前。エイケルさんでしたっけ。はい。はい。エイケルです。はい。はじめまして、名古屋のダンサーズと言います。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。はじめまして。パオ。あ、ホウ。パオだ。マイコーさんですね。マイコーさん。あ、いえ、エイケルジャクソンです。エイコーです。エイコー。エイケルジャクソンです。エイコーさん。あ、ぜひ。ディナーショーありましたら私お邪魔したいなと思っております。あ、ぜひぜひディナーショーですこんなにも心にも思ってない発言は初めて聞きましたよダンさん気持ちが来なさそうですよ気持ちが池辺さん、はい、その発言大変失礼だと思いますということでですね、皆様今日はですねタイミングよ、今日は中継、今日はお出かけでございます。あ、久しぶりですね。今日はお出かけ、久しぶりにお出かけなんですけど、このお出かけを主導していただく皆様、期待の方に変わります。皆さんこんばんは、滑り王子マスクマンです。今日は滑りのない放送をお届けしたいと思いますので、今日はですね、いつもお世話になっている名古屋市昭和区、ラグハウスコタンから、お届けしたいと思います。今日のゲストはですね、沖縄キャンパスレコードのビセテスさん、こちらのコタンのオーナーでまたシンガーのあのアキさんにお話をしていただきたいと思います。こんばんは。どうぞ。アキさん、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。また早く沖縄行きたい。いつでもどうぞ。うん、あとですね、こちらにプロデューサーの方が見えますので、今回はですね、沖縄を元気づけるためのライブツアーという企画がありますので、そのコンセプトについてもちょっとお話をしていただきたいと思います。ビセテスさん、よろしくお願いいたします。あ皆さん、ハイサイグッソヨチューガラミラ
中華鍋。はい、そうそうよ、中華鍋行ったちちんな。聞いてますよ。はい。ああ。はい。チャビラサイ。手前の人、美人だね。ありがとうございます。ありがとうございます。かぶっただろ。すいません。ちょっとね、ここのモニター、ちょっと不具合があってですね。すいませんが。聞こえます?ボトシの声は。はい、聞こえますよ。聞こえてますよ。聞こえてますよ。はじめまして。美声哲と申します。はじめまして。はじめまして。はい。はい。なんて話してればいいのかな。ちょっとね、まあ、モニターちょっと変えるので、すいません。あ、アメリカ通り流れてる。あ、すいません。はい。聞こえますか?聞こえますよ。ああ、一部らさいな、みんなさん。うん、あ、で、今回、ラジオに出演させていただいたのは、頑張ってるぞ、熊本っていうタイトルでちょっと立ち上げたものがありまして、ね、熊本応援隊ライブツアーっていうので、よろしくお願いしますっていうことで、で、ですね、頑張りましょうね。頑張ってるぞ、熊本応援隊ライブツアーということで、11月の3日、熊本、沖縄料理店シーサー、そして11月4日、沖縄チャタンモッズさんでライブをします。その後、11月5日は大阪おぼろだれんさん、そして最後は私、アキが経営します、名古屋コタンでツアーの最終日、11月6日ライブをね、行うんですよ。この、告知をね、させていただきたくてね、今日ね、出演させていただいております。アキさん。はい。バトンタッチ、ありがとうございます。はい、もう大変です。よかった。じゃあ、引き続きバトンタッチしましょう。また来た。来た。はい、スタジオの皆さん、こんばんは。こんばんは。ミスキーです。こんばんは。はい、今日はですね、コタンアキさんとですね、キャンパスレコードの美声哲さんにね、お越しいただいて、というよりも、こちらにお邪魔して、中継させていただいております。アキさん。はい。11月3日の熊本のライブなんですけれども、はい、この時は前日に入りして被災地をご覧になるそうですね。そうなんです。今回のですね、ツアーを立ち上げた時にですね、熊本の会場探しをしていた時に、本当に私たちが思っている以上に、まだまだ状況が大変だということで、なかなかですね、ライブをさせていただけそうな場所が見つかりませんでした。そこでですね、沖縄出身の店長さんのいらっしゃる沖縄料理店さんの方が、うちでどうですかってくださいまして、ライブさせていただくことになって、ね、それで、もう、まだまだ熊本が大変っていう状況を聞きまして、じゃあ、前日に、熊本に行って、熊本のね、今の状態をやっぱり自分たちの目で見て、やれることって限られてると思うんですけど、なんか音楽とか、人のつながりで、なんかこう、みんなが元気になれたらなっていう思いで、11月の2日にね、熊本入りをします。熊本、沖縄、大阪、名古屋とライブあるんですけれども、はい。それぞれご当地のアーティストが出演されるんですね。はい、そうです。はい、熊本はですね、熊本に在住の中澤健二さん。大人の階段登る。僕が歌おうか。はい、どうぞ。大人の階段登る。君はな、シンデレラさん。はい。はい。もうやめろっていう合図でしょ、今ね。はい、失礼いたしました。はい。そして、私がやっている、
琉球ジャズバンド、リュッポリゴン、で演奏ね、します。そして沖縄はですね、もうたくさんのアーティストの力をね、借りています。ギタリスト、伊集達也さんの率いる沖縄三枚肉。そして、島瑞希さんがですね、ちょっと体調不良で今ライブがね、できなくなっておりましてですね、今ですね、今日ですよね、世界ウチナンチュー大会ね、やってると思うんですけど、そのテーマソングを歌っている花城舞ちゃんにね、急遽参加していただけることに、ね、なりました。先日、コタンでもね、ライブしてもらって素敵な歌声でした。そして、中澤健二さんもね、沖縄に一緒に行きます。そして、大阪はですね、まーちゃんウーポーさん。ね、皆さんご存知ですよね。まーちゃんさんね、お力借りて。そして、バイオリニスト、村瀬響さん。そして、琉球ポリゴン。最後、名古屋はですね、琉球ポリゴンだけなんですけどね、ツアーの報告ライブみたいな形でね、やりたいと思っております。あ、名古屋は報告会という形になるんですね。11月6日、名古屋コタンでですね、18時半からスタートということで、楽しみにしております。では、どうぞ、伊勢さんどうぞ。ちょっと待って。もう名古屋最後でなりますので、最後一言だけ、サオロ兄さんから、マスクマンさんはムークできますか？ほふく前進ができまーす。ああ、マスクさん、今日はビセさんに食われてますね。まずは鉄にやられました。ああ、今日はもうしょうがないです。相手が悪かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。鉄さんの勝ちでした。ありがとうございました。いやー、今日はね。うん、いつもよりもなんか思い出深い中継になりましたけども。まあ僕も今名古屋の中継の間に寄ってるんですけどね。確実に不思議な時間が確実に寄ってたよね。入ってるよね、アルコールが。かなりか、石垣で捕まった女優がやってたのと同じの、それはダメだな。それはダメでしょ。医療用って言い張ってたんですけどね。いろんな事故がね、シュールでした。やばい、シュールのメールがね、医療用だからね、溜まってるんで、ちょっと一気にいきましょう。はい、サクサクっといっちゃいます。はい、ラジオネームビンゴ、あ、ビンゴ、皆さんこんばん、日本シリーズ。さて、今日のテーマですが、ガロスペのアレンジサントラです。スリーやリアルバウトの CD をオロクの古本屋で見つけ即ゲットしたのですが、これはなかなか見つからなかったので思い切って通販でゲットしました。初めての通販、最初は不安だったのですが、届いた時は嬉しさ2倍でしたね。最近 CD を取り扱う古本屋チェーン店しかないのが寂しいですね。ちなみに先ほどのオロクにあった古本屋にはある番組でネタにされてるスト2の CD もありましたよ。ではまたいつか。ガロスペというのは何でしょう。ガロスペシャルですね、多分ネオジオが出してた。あ、ゲーム、対戦格闘ゲーム。あー、ゲームか、ゲーム、うん、なるほど。まあ、僕元ナムコの人だから、まあいいや、ナムコの人だから、僕はお箸の国の人です。あー、OK です。よろしくお願いします。日本中でよかった。、はい、ゲームに出してうるさいですよ。次いきます。はい、いきますよ。こんばんは、池部さん、モーミーさん、フリムーンラジオの皆さん、名古屋チームの皆さん、お元気ですか。今日のテーマ、通販で買ったもの。私は基本通販で買い物をしないので、ずっと考えてみました。その昔、バンダナ、大切なものを入れる箱くらいかな。なので失敗した経験がないのでごめんなさい。皆さん頑張っていきましょう。またメールします。バイミー、添付ファイルありがとうございます。ラジオネームはのんぺさん、のんぺさんです。あ、のんぺさん、ごめんなさい。今日も順調に、順調に食べ物シャメは、魚定食ですね。ああ、いいですね。はい、はい、じゃあいきます。なんとサブタイトル、肌着の脇の部分がきなこ色になってるし。あ、フリムラジオの皆さん、道路交通情報センターの中野光栄さんの出る率が高いと思ってる皆さん、こんばんにゃ。ラジオネームジャビオです。やっぱり、やっぱり、ね、中さん率が高くて千葉の花子さん率が少ないと思いませんか。千葉さんのエンジョイボイスで渋滞情報が聞きたいな。通販、通販といえば南極2号を思い出すモミンさんはじめ男性諸君、アダルトビデオを通販で奥さんにバレずに購入して、テレビに布団かけてイヤホンで視聴してウハウハだったのはいいが、何日かしてアダルトビデオを購入した業者からアダルトビデオのカタログが家のポストに届いて、奥さんの目に留まってバレてしまい、耳を引っ張られて畳に正座させられて説教されたことってありませんか。すいません、僕はあります。かっこ涙。そういえば昔の少年漫画に
通販のページあったの覚えてますか？あ、ありましたね。ブルーワーカーなど、はいはいはい、体を鍛える道具なんかが載ってて欲しかったな。一応当時リングにかけろが好きだったので、お年玉を貯めてパワーリストを通販で購入。一日中手首にはめてたけど、ギャラクティカマグナムやブーメランフックは繰り出せなかった小学生の頃の淡い思い出が蘇りますって。結局南極2号って言いたかったんですよ ね、 ねブルーワーカー欲しいの、俺のあげようかな。え、じゃあリスナープレゼントとして持ってるよ、持ってるよ。ブルーワーカー取りに来てくれる方いや、つよぽんが行きます。あ、なるほどね。はい、はい、次、フリムネームエイミー姫です。お、フリムンラジオのスタッフの皆さん、今日のゲストの、あ、違うね、ぬが2週間前のか、うん。今日のテーマは通販で買ったものですね。今日は5年ぶりの世界のうちなんちゅ国際通りでパレードでしたね。お帰りなさい、みんな待ってみました。通販ですが、13年も使った炊飯器もう使われなくなりました。13年もよく使ったと思います。やっと通販で買った炊飯器30センチの鍋やフライパンもついて1万4000円でした。やったと思ったら、つかの間12時間しか使えない炊飯器でした。アギジャビロ、ああなんてこった、12時間しか保温はできませんと書いてるではありませんか。書いて説明してほしいと思った今日この頃でした。炊飯器って12時間で終わりなわけ？嘘、あの保温でしょ、うん、あって普通できるんじゃないですか。いつまでもできるんじゃないの、ね、普通そうですよね、うん、いつまででも24時間あれですか、12時間しかできないからちょっと安かったんじゃないかな。ああ、鍋とセット。エコのうちは何時間できるの？うちは炊飯器ないですね。マジで炊飯器を置かないですね。だってパンパンマイコだからね。パンでしょ。パンです。デデ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 はい、行きます。フリムンの皆さん、長屋の皆さん、こんばんは。ラジオネームナルトラです。あ、ナルトラさん、今日のテーマ、通販で買ったもの。今この番組を聞いているパソコンです。某長野県のパソコンメーカーさんですが、通販なら自分でパソコンのスペックを組み立てて自分だけの1台を注文することもできるので、買い替えの時は使ってますね。では最後まで楽しみますよって。はいはい、分かった。すごいね。出る、いや、こっちにあるでしょ、うん、グッドウィル。あ、グッドウィルはメーカーが長野から全部出荷してるので組み立ててやってる。大豆すごいね、これね。すごい。そうそうそう、すごい。半額ぐらいで組み立てられる。へえ。売ってて30万ぐらいのパソコンあったら、うん、量販店で15万ぐらいで、うん、それより下手したらいいスペックの組み立て。へえ。ただソフトが入ってこないんだっけ、いろんな。あ、そうなの。でもハードを SSD に換装してとかっていうのはできるってことですか？もうできる、できる。いいですね、そういうのね。はい、すごい。はい、次行っていいですか。はいよ、はい。ラジオネーム進撃のめいちゃん、あ、久しぶりですね、うん、フリムーンラジオのお三人さん、こんばんぽ。生放送お疲れ様です。今仕事から帰宅。あ、お疲れ。ライズアップだけはしたくないわら、進撃のめいちゃんです。ではお題、通販で買ったもの。これは通販に入るかわからないけど、 iTunes で曲をダウンロードしただけくらいで、通販の場合怪しいのがあったりするので怖くて通販で買ったものがないですが、ちなみに兄貴の場合はバイクの部品などを通販で購入していたりしますよ。わら、かっこ今もしてる。では来週です。リクエストはイケペイさんでピコ太郎を希望します。受けなかったらすいません。わら。あ、じゃあ行きます。格好ってことですね。じゃあ一部だけ、一部だけ。ああ、はい。格好だはずよ、多分。刺さったところだけやりました。めちゃしなす。はいはい、行きます。フリムーンラジオにお集まりの皆様、サピリアンの皆様、名古屋の皆様、東京から世田谷のコーラゼロです。あ、コーラさん、よろしくお願いします。さて、通販、ホニャララ店市場でルンバみたいな掃除機が1万円で売っていたので買ってみました。我が家のメインルームは段差が多く役に立ちませんでした。自分の部屋はルンバもどきを使うには障害物があちこちにあり、掃除機を使う前にまず片付けないといけないという笑い話みたいな状態でした。仕方なく段差がない職場へ持って行き、それなりに重宝してましたが、3ヶ月ほど経ったある日、突然壊れて使えなくなりました。修理をしようにも連絡先が説明書に書かれておらず、粗大ごみになりましたとさ。ちゃんちゃん。
今日は微妙に暗いスタジオですが、かっこ最後まで放送ちばってくださいねって。ありがとうございます。暗いんすかね今日は。あれだテンションがってことじゃないですか。じゃあモーミーがいないから、ね、あ明るさがってこと。あ、そういうこと、そういうことね。面白い。それはもうルンバじゃなくてねサンバぐらいだったんだね。うわディスってる。 うちの大事なリスナーをディスってる。ディスってないよこのゲスト風情が。ええディスさんって言わない。コータぐらいでええっていうの。イケメンペインター K さんディスさん。ちょっと今追加せっかく焦点くれました、ね、はいはいはい。じゃあもう時間も押してきてるんで、うん、じゃあ、ありがとう。あの来週のジャイケル・マクソンの、あジャイケル・マクソン、もう一度最後、もう一度誰ですか。イーケル・ジャクソンでしょ、はい、パスッと告知を、うん、はい、10月29日土曜日ヒルトン沖縄北谷リゾート1階コレンテにて、大人が楽しむハロウィンイベント、ブーブクリコイエローラベル飲み放題1万円ですねのイベント、開催しますのでよろしくお願いします。お願いします。強ポンは？あ、僕は、はい、あの今週の土曜日、クラブクラッチのバックインザデーと11月5日の、ウィキッドハイドレンジャーですね、ダンススタジオエアヘッズの合同発表会見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい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 、行きましょう。来週のテーマは何じゃらほい、はい、11月2日、我が阪神タイガースの日、今年は散々でしたが、そこで応援しているスポーツチーム、あはあ、僕は頑張れキッカーズぐらいしか思いつかないんですけど、いいでしょうか。もうジャンル問わずです。いろんなスポーツ、ね、もういいですよ、キッカーズでも。キッカーズでも、スニーカーズでも。何でもいいです、もう何でも来い。それでは本日の放送はもう終わりましょうね。はい。それでは、昔遠距離恋愛している彼女が通販でローションを買って、それを僕にプレゼントしてくれたことがあります。イケベイでした。ホワイティでした。最低。エリケル・ジャクソンでした。はい、エコザエルでした。ジョポンです。でした。かぶったかぶるな、かぶるな。もう一回、もう一回、もう一回。どっちが先やりますか。はい、コセさん、早く。じゃあ、ツヨポンでした。あれもう言わないの、はい、ビセさん、来週もお願いします。ビセさん、最高。ビセさん。